平野翔のインスタ投稿で岸優太合流確定。合流後は新メンバー加入の噂も。こんにちは、スコープ芸能です。生配信にて神宮寺さんと滝沢秀明さん設立の新会社 2B に合流したことを発表した元キング&プリンス平野翔さん、合わせて個人のインスタグラムを開設し、平野さんのインスタグラムは2023年8月8日現在で、平野さんのフォロワー数は379万人を突破し、平野さん一人でもキング&プリンスの公式インスタグラムのフォロワー235万人をはるかに上回る数字になっています。平野さんと神宮寺さんはファンからジグヒラと呼ばれるほど仲が良いことで知られており、2人はインスタグラムでジグヒラただいまのタグで投稿し、ファンに向けて感謝のメッセージを送りました。ファンからはおめでとう、応援してるよ、 2B の活動楽しみにしてるなどのコメントが多数寄せられました。9日には今日の出かける前の寝癖乗せておくねと自身の寝癖の写真を投稿。10日の投稿では、昨日寝癖の写真あげた時出かける前って言ってたでしょ、実はジンと出かけてたよと神宮寺さんと出かけていたことを報告しました。海の方行ってマグロ食べてきたとした上で、神宮寺さんとのツーショットを投稿した平野さん。2人とも白い T シャツを着たラフな格好で海の目の前で肩を寄せ合う仲睦まじい姿を披露したり、また食事中に平野さんが頬にご飯粒をつけているあざといショットや、マグロの刺身越しの神宮寺さんの写真をアップしました。これらのプライベートな投稿に対して、ジグヒラ仲良しすぎ、こういうプライベートショット嬉しいと多くの反響があり、また平野のご飯粒をつけた写真には、お茶目すぎ、ご飯粒になりたいといった声が寄せられていました。その人気は 2B に移籍しても変わらないことがうかがえます。その2人の 2B での活動開始は10月以降になると言われています。そんな平野翔さんが自身のインスタグラムに自作のイラストを投稿しました。これが同じく元キング&プリンス岸優太さんとの合流を匂わせているのではとして、ネット上で注目されています。そのイラストには、同じくジャニーズ事務所を退所した神宮寺勇太さんと、9月末で退所する予定の岸優太さんとの合流を示唆する色彩が使われているというのです。果たして平野さんは岸さんと 2B で再会するのでしょうか。また月と星が描かれたイラストには新メンバーの加入を暗示する意味があるのでしょうか。今回の動画では平野さんのインスタグラム投稿に隠されたメッセージを探っていきます。平野さんといえば、5月に神宮寺勇太さん、岸さんと共にグループを脱退しました。同時に神宮寺さんとジャニーズ事務所を退所後、7月に滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社 2B で再始動すると発表しましたね。個人のインスタグラムアカウントも開設した平野さんは、8月2日に夏っぽいもの描きたいなぁと思って、なんか人魚思いついたから描いてたと綴り、タブレットで制作したというイラストを3点投稿し、その作品はどうやら人魚の後ろ姿を描いた作品のようで、どれも絵柄は共通しているものの、背景がそれぞれ赤、水色、紫に見えました。この3色は平野さんのメンバーカラーのシンク、神宮寺さんのメンバーカラーのターコイズブルー、そして9月末をもってジャニーズ事務所を退所する岸さんのメンバーカラーの紫でした。そのため多くのファンが岸くんの合流を匂わせていると捉えたようで、ネット上では歓喜するファンが目立ちました。これは 2B での再始動を予告しているのかもしれませんね。匂わせといえば、これまでのファンの中には岸さんの 2B 入りを確定と捉えられる匂わせが数々ありました。一つは 2B 代表である滝沢秀明さんのインスタグラムでの7月の投稿。滝沢さんは火山の写真を投稿し、その火山の空の色が赤、水色、紫に見える写真をそれぞれ投稿し、メンバーカラーを彷彿とさせました。これに対し SNS では、いろんな捉え方あるみたいだけど、翔くんの本気と優しさが見えた気がして嬉しかった、今はソロで頑張ってるけど
紫は決して一人じゃないし、一人になんてさせないから大丈夫って言ってくれてるみたいで、ファンの不安とかそういうのも分かってんだろうなって、なんかそんな気がしたなど嬉しい声も上がっていた。2つ目は 2B 公式サイトの平野さんと神宮寺さんのアーティスト紹介ページの URL。 当初は平野さん、神宮寺さん、岸さんの頭文字のアルファベット JHK を含むものであったためでした。この2つに加え、今回の匂わせ、先日一部メディアで岸さんの吉本興業入り説が報じられたため、平野さんは吉本入りを暗に否定するために合流を匂わせるようなイラスト投稿を行ったのかもしれません。ただ9月末まではジャニーズ事務所のタレントとしてソロ活動に注力する身の岸さん、そのため岸くんはまだジャニーズにいるのにこんな匂わせは非常識だと思うと、平野さんの行動に批判的な岸ファンもいる様子もあり、匂わせを喜ぶファンも多い中、賛否両論あるようです。今回に限らず、あらゆる発表において匂わせを多用してきた 2B、 平野さんもその方針にのっとったのかもしれませんね。また人魚の肩の上の方には月と星が描かれており、キング&プリンスのメンバー永瀬廉さん、高橋海人さんのメンバーカラーとも異なり、新メンバーを迎えるのかなどの噂も立ちました。他にも SNS 上では、月と星の理由について、月には物事の始まりを意味する特別なもの、星には進歩という意味という投稿もあり、様々な意味が含まれているのかもしれませんね。いかがでしたか？平野さんのインスタグラム投稿はファンにとっては嬉しい匂わせと捉えられるものでしたが、一方で岸優太さんやジャニーズ事務所に対する配慮が足りないと批判される声もありました。平野さんは自分たちの意思を伝えるために匂わせを多用してきましたが、それが必ずしも相手に伝わるとは限りません。匂わせは解釈によっては誤解や混乱を招く可能性もあります。平野さんは自分の表現方法についてもう一度考え直す必要があるかもしれません。一方で 2B という新しい場所で活動することを楽しみにしている平野さんや神宮寺さんに対しても、応援する気持ちを忘れないでほしいです。彼らはジャニーズ事務所を離れたことって多くの困難や苦労に直面することでしょう。しかし彼らはそれでも自分たちの夢や目標を追い続けることを選びました。彼らが 2B で新たな仲間やファンと出会い、素敵な作品やパフォーマンスを届けてくれることを信じています。平野紫耀さんや神宮寺勇太さん、そして岸優太さんが幸せになれるように願っています。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。